皆さんこんにちは。フィリピンダバオ情報チャンネルの町田です。どうもご無沙汰しています。何人かの方からですね、コメントやメッセージで、大丈夫ですかという心配のお声をいただいて、ありがたいなと思うと同時にですね、ちょっと申し訳ないと思っているんですけども、この期間、私の本職の学校の方がですね、スタートしまして、今、先が見えない中でどうやっていくかっていう、非常な大変な時でもありまして、ちょっと家に帰ったら疲れちゃってるというのもあるのと、それと同時にあと、最近、フィリピンも、世界、日本でもそうかもしれないですけど、コロナ情報がちょっと落ち着いてきて、他の情報の方がですね、ニュースとかメディアで取り上げられてくるようになりまして、動画にわざわざしてまで、アップするのはどうかなという情報の方がどちらかというと特に多かったりもしましたので、あとあれですね、先がなかなか見えないという国際線の情報ですとか、この規制がどうなるかっていうのはなかなか先が、動画で発信しておいて、違うじゃないかっていうのも、フィリピンのことなので特に変更もすごい多いので、なかなか動画のネタを探すのも困っていたという事情がありました。今日は久しぶりにですね、動画を作って皆さんに最近の感染者の推移の情報と、実はこの動画を作っている翌日の6月15日にですね、今後のフィリピン全体の規制がどうなっていくのかという発表がありますので、それに関する情報についてお伝えします。それでは、まずはフィリピン全国の感染者の状況の推移を見ていきましょう。ちょっとしばらく動画を出していなかったので、画面に入る分の6日分の感染者の情報をまとめてお伝えします。こちらですね、ちょっと見にくいかもしれないですけども、ずらっと並んでますので、左上から右にまず、古い順です。古い順に左上から右、そして左下に行って左下から右という流れになっています。一番左上が6月8日の情報ですね。そして右に6月9、10、そして左下に行って11、12、一番右下が6月13日の情報となっています。一番左上の6月8日のから見ていきましょう。一番上の黒い数字、22,474 人というのが感染者の総数ですね。そして右の真ん中のリカバリーズというのが 4,637 人。これは回復者の総数となっています。そして死亡者がです。1000と11人ですね。そして、左の方に数字が3つありましたけれども、それは、簡単に言うと一番下が新規感染者の数ですね。579人。そうやって、見ていっていただければと思います。新規感染者の数を見ていますと、579から始まって、518、740、左下行って443、615、607と、毎日ですね、もう500人以上、の新規感染者が出ているという状況ですね。なので、規制は若干緩和されてはフィリピン全国でいますけれども、その規制緩和に伴い、移動も増えているので、新規感染者も増えているという状況ですね。そして大きなデータで言いますと、もともと一番古い6月8日の22,000人台だった感染者数から、一番新しい、一番右下の6月13日を見てみますと、25,392 人と、25,000 人を超えてしまっていますね。感染者の総数が。そんなところですかね。全体で見て、死者数ももう 1,000 人超えてしまっている。そして感染者の総数は 25,000 人を超えてしまっています。で、回復者は 5,700 人出ていますけど、ということはまだまだ多くの人が回復していないという、2万人近くの人がこの数字だけ見るとまだ回復していないということですね。なので、人の動きは本当に増えてるんですけども、まだまだ油断のできない状況が続いているというのが、フィリピン全国のこの感染者の情報から読み取ることができます。続いて、私が住んでいるダバオ市があるダバオ地域の情報もまとめてお伝えします。これも同じように見ます。左上が一番古くて、右に行って、そして左下から右に行って、一番右下が一番新しい情報となります。そして6月8日、一番左上を見ていただきたいんですけども、図の右下のオレンジ色の部分ですね。オレンジ色の左の0となっているのが新規感染者。そしてトータル、右側の371となっているのが感染者の総数となっています。で、下に行って赤いです。これが死亡者。で、左側がニューという新規の死亡者ですね。が0で、死亡者の総数が31人となっています。そして一番下の緑のリカバードというのが回復者。回復者の新規が8人、そして回復者の総数が221人と、そういう風に見ていきます。で、以前からそうですけども、図全体を見ると、1枚の図の全体を見ると312、6月8日の時点で、ダバオ市では312人、一番ダバオ地域では感染者数が多くなっています。ただ、以前と違うのが、他の前はほとんどダバオ地域の中ではほとんどダバオ市しか感染者が出ていなかったのが、マニラからダバオに帰ってきて、さらにダバオから地方に帰っていくという人も増えてますので、それに伴い他の州ですね、ダバオ市以外のダバオ地域の州でも感染者が増えているという状況になっています。そして新規感染者だけを、追って見ていきますと、6月8日は0人、9日が9人、10日が12人、そして左下に行って、6月11日が19人、そして隣の12日が6人、そして一番新しい右下の6月13日が新規感染者が12人となっています。はい。ということで、0人の日も最初ありましたけども、あれですね、6月11日なんかは19人と結構多く出ていまして、はい、ダバオ地域に関しても引き続き油断ならない状況というのが続いています。で、この動画を出している時点で一番新しい右下の6月13日の数字を見ますと、新規感染者が12人で、感染者総数が429人、死亡者は総数が31人、そして回復者は総数270人となっています。私が住んでいるダバオ市なんですけども、私は今平日毎日、学校に行って働かせてもらっているんですが、街の様子を見るとですね、本当に車も場所によっては渋滞して、以前のコロナウイルスが始まる前のダバオ市にちょっと近い、ほとんど近いような、車の様子ですね。で、変わったことといえば、外を出てる人はみんなマスクをしているということですね。あとは以前の、私の動画でモールの中についてもお伝えしましたけども、やはりモールも当然マスクがないと入れない、そして検温しないと入れないとなってまして、仮に場所にもよるかもしれないですけれども、37度5分以上あると中に入れられないとか、入れさせてもらえないとか、そういう風になってたりも、場所によってはしています。はい、というわけで、明日6月15日の月曜日に現在敷かれているこのフィリピン全体の規制がですね、今後どうなるかが発表される予定となっています。私が住んでいるダバオ市を含め、マニラ首都圏、そしてセブヤその他の一部の地域では、一般的なコミュニティ隔離、英語の頭文字を取って GCQ という規制が6月1日から実施されています。そして、その期限が6月15日までとなっているんですが、まだこの15日以降どうなるかというのは、明日6月15日に正式に発表されることとなっています。そして先ほど述べた以外のほとんどのフィリピンの多くの地域では、修正を加えた一般的なコミュニティ隔離。これも英語の頭文字を取って、MGCQ と呼ばれている規制が行われています。規制の厳しさは一般的なコミュニティ隔離 GCQ よりも MGCQ 修正を加えた一般的なコミュニティ隔離の方が緩和されています。そして6月15日の発表で多くの人が気にしているのが、現在一般的なコミュニティ隔離 GCQ が実施されている地域の規制が今後ですね、緩和されるのか、それとも継続されるのか、それともちょっとまた厳しくなってしまうのではないかということが気にされています。なんせダバオ市もそうですが、先ほどお見せしたようにフィリピン全国で感染者が増え続けていますので、もしかしたら一段階上がって厳しくなる地域もあるのではないかとも報道されています。フィリピンの大統領府の報道官は、感染者の数がどれだけ早く増加しているか、救命救急治療を提供できるキャパシティ等を踏まえて、大統領は今後の各地域の規制措置を検討するとしていると発表しています。また6月15日以降の規制で最も厳しくなるだろうとされているのが修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置 MECQ ですね。以前マニラとかセブがそうだったんですけれども、これも可能性です。厳しくなったとしてそれ。で、さらに、厳しい、一番これまでフィリピンが経験した中で厳しかったのは、強化されたコミュニティ隔離措置で ECQ だったんですけども、それより1段階下がった MECQ、修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置というのが、6月15日での選択肢の中で最も厳しいものとなるであろうとされています。まあこれも可能性なので、もしかしたら現在行われている GCQ 一般的なコミュニティ隔離、もしくは修正を加えた一般的なコミュニティ隔離 MGCQ ですね。これがそのままちょっと地域によって変更されて実施されるかという可能性もありますよね。そして現在挙げられている中で一番緩い規制である修正を加えた一般的なコミュニティ隔離 MGCQ の下では、公共の場所で集まる場合は会場の収容人数の最大 50% まで許可され、公共交通機関はさらに許可されていることとなっています。で、6月1日からマニラ首都圏とセブ、そしてダバオ市も GCQ 一般的なコミュニティ隔離の元に置かれています。これにより多くの企業が再開し、従業員が仕事に戻ることができています。で、仮に今感染者が増え続けている中で、やはり MECQ、修正された、強化されたコミュニティ隔離という、ちょっと一歩前の強い段階に戻るとしたら、それと GCQ との違いは何かと言いますと、またさらに MGCQ ですね。この、じゃあ規制の違いは何かというと、簡単に言ってしまいますと、公共交通機関の利用の自由度ですね。はい。それが、規制の厳しさによって異なることになります。また許可される仕事の種類とその稼働率ですね。もし MECQ に戻ると、仕事を今 GCQ の下ではできている業種ができなくなるという可能性もあります。また、現在は例えば 100% の稼働率で行っているのを、そうではなくて縮小体制しなくてはならないという可能性もあります。まあ、実際今 GCQ 一般的なコミュニティ隔離の下においてもですね、100% 稼働しているところもあれば、まあ、業種によっては50% とか 100% にやらないで、私が勤めている学校なんかも基本的には 50% の稼働率で給料も半分というふうな、措置を行っている組織もあります。あとはできるスポーツですね。室内でも室外においても一番規制が緩くなれば、ちゃんと距離が取れているものであればスポーツしてもいいとなってたりですとか、これも規制の段階によって、ゴルフはいいよとかテニスはいいよとかいうふうに異なったりもします。ただMECQ になるとそれが難しくなったりとか、できるスポーツの種類が変わるとか、そういった違いが規制の種類によって、生じてしまいますね。まあ、ただ勘違いしてはいけないのはですね、どの段階においてもコミュニティ隔離という規制は行われているということなんですね。たとえ修正を加えた一般的なコミュニティ隔離、今のフィリピンの中で一番緩い規制にはなってるんですけども、それでも一応新型コロナウイルスを防ぐために外に出るときはマスクをしなくてはいけないですとか、距離を取らなくちゃいけないっていうのは課されています。そして、現時点ではどの規制の段階においても、許可された仕事をしている人、または必要最低限の買い物、薬とか食料品を買いに行く以外は基本的には自宅にいることが、義務付けられています。まあ、自治体によってその外出の規制の取り締まりというのは異なっているんですけども、例えば私が住んでいるダバオ市なんかはですね、許可されている仕事、例えば私は教員なんですけども、教員は ID、身分証明書、もしくは学校からの証明書を持参していれば、外には出れるんですね。チェックポイント、検問もいろんなところにありまして、そこではいつも私 ID を見せています。そうすると行っていいよとなるんですけど、もし ID を持っていない場合は止められることになりますね。で、もう一つは、前からそうだったんですけども、外出許可証、ダバオ市で FM パス、フード&メディシンパスというのがあるんですけども、それが引き続き携帯が義務付けられていまして、で、しかも、外出できる日が以前と同じように決まっています。外出許可証の末尾の番号が奇数の人は月水金、そして偶数の人は火木土しか出ることができません。必要最低限の買い物とか薬を買いに行く場合でも、その決められた日しか未だに外に出ることはできません。そして日曜日は、私働いてるんですけど、そういう人でもその外出許可証を持っていても日曜日はみんな基本的には外出禁止となっています。この規制の中でも以前よりはいろいろなところで緩和がされてきていまして、特に移動ですね。飛行機もまだ便数は限られてますけれども動き出していますし、あとは長距離バスですね。ダボ押しから他の週に行くこと、そして他の週からダボ押しに入っていくことも、以前は全くと言っていいほどできなかったのが、今、規制が緩和されて、移動の自由が利くようになってきます。それに伴って感染者もですね、例えばマニラからダボに帰ってきて、ダボ市内で検査してみたら、新型コロナウイルスの検査陽性であったと。で、着いた時点ではそうでなくても、数日後に陽性であることが分かったとかでですね、それで移動が自由になって、本当に今街では歩いてる人も以前と比べたら増えてきていますし、車の量も増えてきていますので、それに伴って感染者の数も増えてきているという状況です。はい。というわけで、今後もですね、ダバオ市もそうですし、フィリピン全体でも雰囲気としては、この経済をなんとか回しながら、必要な措置をですね、距離を取るですとか、マスクを当然するですとか、アルコールを施設に入る前にするとか、そういった措置を取りながら、医療崩壊を起こさない程度に感染者の拡大を抑えていくという舵取りが必要となってきています。はい。というわけでですね、本当にフィリピンのお住まいの皆様は、特に60歳以上の方はですね、私も最近お話ししたら、もうずっと外に出ていないんだということをおっしゃって、そう決められているので、なかなか精神的に大変だと。いうことをおっしゃってました。そういう方もいらっしゃいますし、あとはですね、本当にこの中でもう毎日工夫しながら、その60歳以上の方でも家の周辺はちょっと散歩していいとか、外に出て日を浴びていいというのは許されていたりもしますので、自分の家の周辺をちょっと歩くように工夫されていたりですとか、これを機にですね、趣味になんとか没頭してみるとかですね、あとは以前動画でお伝えしましたけども、これを機に今まだお酒の販売が禁止されているので、ちょっと家にはお酒ありますけども、これを機に断酒してみてもう1ヶ月超えましたという方もいらっしゃいますね。はい。あれですね、働くことが許されている業種も私もそうですけども、なかなかこういった状況なので、先がとにかく見えない、どうなるかわからない、また規制がいつもっと、厳しくなるかわからないという、そういったですね、先が見えない不安というのもありながら、いろんなところでね、頑張っている方が多いと思います。また、失業率もですね、高くなっているという報道も出ています。私が、勤めている教育業界で言ったらですね、やっぱり私立なので、お金がもう失業しているところも多いですし、また稼働が減らされて給料も減っているっていう人も多いと思います。なので、教育になかなかこれまで通りにお金を使うことができないんじゃないかという懸念がなされていまして、私の学校でも以前学校に来てくれた学生さんたちがですね、また来てくれるのかどうか、また新しい1年生が入ってくるのかどうかというのがまだ見えていない状況でもあります。また私の動画を日本で見てくださっている方も多くいらっしゃいますね。で、フィリピンに大事な用があるとか、家族がまだフィリピンにいてずっと会いたいけど会えないとか、そういう方も多くいらっしゃいます。本当みんなですね、大変な中だと思いますけれども、今はとにかく自分にできることをですね、やっていくしかないと思います。引き続き、私の動画もですね、これはと思った情報がありましたら、ぜひお伝えしていきたいと思いますので、今後も引き続きよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。